正行現像現状公案諸法の仏法なる自説、すなわち名語あり、修行あり、生あり、死あり、諸仏あり、修行あり、万法ともに我にあらざる自説、惑いなく悟りなく諸仏なく修行なく生なく滅なし、仏道元より宝剣より超出せるゆえに、消滅あり、名語あり、消仏あり、しかも格のごとくなりといえども、花は愛石に散り、草は危険におうるのみなり、自己を運びて万法を主生するを名とす、万法を進みて自己を主生するは悟りなり、名を代号するは諸仏なり、語に代名なるは修行なり、さらに五常に徳をする感あり、名中無名の感あり、諸仏のまさしく諸仏なるときは、自己は諸仏なりと各地することを用いず、しかあれども小仏なり、仏を称し持てゆく、心身を起こして式を検守し、心身を起こして生を聴取するに、久しく会首すれども鏡に影を宿すがごとくにあらず、水と月とのごとくにあらず、一方を生するときは一方は暮らし、仏道を習おうというは自己を習おうなり、自己を習おうというは自己を忘るるなり、自己を忘るるというは万法に生せらるなり、万法に生せらるというは自己の信心および他己の信心をして脱落せしむるなり、五尺の究極なるあり、究極なる五尺を頂頂しつならしむます。ごめん、この現状公案の巻というのはね、私とても不思議な文章だと思うんですね。この一つ一つのね言葉読んでみると、その他の正行現像と各巻と違ってですね、非常に優しい言葉で書いてある。でしかしながら、その優しい言葉で書いてあるのに、結局読んでみて何が書いてあるかわからない、何が書いてあるかわからないけど、なんかそこに深いことが書いてあるような気がしてですね、そういう魅力に惹かれてですね、まあ、少なくとも正行現像に関心持つ人は誰でもこの巻をなんか深いことが書いてあると思って引きずられて温めてると思うんですね。私なんかとうとう50年温めた。結構私がね考えてみると、正行現像の本を買ってきたのはちょうど昭和10年に私大学出たわけだ。で大学出てからすぐ買った本だからね。そうするとちょうど50年。それで初めに正行現像の本を買ってきて、その頃あれ3円20銭だったかな、高い本だった。それで一生懸命見て、まあいまだにその本見てるんだけど、あれしてもさっぱりわからん。それに対して弁道話とこの現状公案がいささかわかるような言葉で書いてあるからね、それで一生懸命あれして、だけどさっぱりなんだかわかんない。それからその後西有禅師の経典買ってきたりなんかして一生懸命になって読むんだけれど、それでもわかんないね。わかんないからって捨てきれないで、そしてそれを温めて、それでこれちょうど10年前ですね、昭和40
昭和50年だ、昭和50年に私安泰寺を隠居して、でまあこれから時間的余裕があるからと思って正法院玄奘を心ゆくまで読もうなんて思ってね、でまずこの玄奘公案の巻を、まあ、一生懸命の勉強し、そして温めてノートして作ってた。そしたら白寿さんの中山さん来て、それ本に出させてくれって言うから、それでまあそのノートをノートからですね、一応本の形にして出したわけですよ。ところがね、これそういう風にして玄奘公案異界っていう本を出したわけだけど、この本は初めからだから皆さんに読んでもらおうと思って書いた本じゃないから私自身非常に不満だったわけですね。なんつってもね、私に何か肩書きがあるんだがね、大学教師とかさ、あるいは、なんとか大本山、館長とか御堂とかってね、肩書きがあるんだが、どんな本書いたって少なくとも読む人はいるわ。だけどね、私の場合全く肩書きなしなんだが、少なくとも読ませるっていう文章を書かなきゃね、誰も読んでくれないもの。それでだからいつでもまあ分かりやすく、それから面白くっていうのを心がけて書いてるわけですよ。ところがこの玄奘公案異界だけはね、そういう意味で分かりやすく面白くっていう本になってないもの。それで私自身非常に不満なの。それでところがね、それでいつかあれですね、折を見てもう一遍玄奘公案を分かりやすく面白くってそういうのはやりたいと思ってたわけです。 ところがこのそのままずっと玄奘を読み始めてですね、それでところがまあ宗泉寺さんが昭和53年の1月からね、ここで話してくれって言われたんで聖法玄奘を読み始めたわけですね。ところがまあそれから8年経ったわけだ。本当は12年やるって言って始めました。まあ3分の2過ぎちゃったわけだけどね、この一昨年から私非常に体の調子悪くしちゃったんでね、これはいつやめなきゃなんないか分かんないなって危機感を持った。そうするとその前にぜひまあもう一遍玄奘公案読みたいっていう、それでまあ玄奘公案またやり始めることにしたんですよ。ところがね、やるって言って決めた11月頃からね、急に体の調子良くなっちゃったそうするとこれは、まあ、玄奘公案終わってからでももう少しね続けられるかもしれないってまあ、できるだけ続けて、まあ、少なくとも初めの目的通り12年間はやりたいと思ってるんですよ。ところでね、今玄奘公案またやるつもりになって10年前に出したね玄奘公案異界っていう本を読み直してみたんですね。そしたらね、何自動車運転とかね、それから生命の実物とか自他二つに分かれる以前とか、もう生命の深さとかってね、まあ今使ってる言葉はそのまんま書いたんだね。そうすると10年俺はあんまり進歩してないなという気にもなるんだけれどね。ところがね、この10年間に少なくともまた目に見えないところで確かに掘り下げてるところはあるわけなんで、まあ今回はねもっとだから噛み砕いたところでね
お話ししてみたいと思ってるんですよ。でまあ私一人取り上げてもね、現状公安の巻はそういうふうにこう引っ張る魅力のある本だ。はい、で昔からもね、この現状公安の巻は先例禅師っていうのね、これは道元禅師に直接ついた人ですかね、その人が御書っていうのを書いてる。それからはじめまあいろいろたくさんの人が昔からも注釈してるし、それからこの頃になっちゃもうわんさと正法眼蔵出てるけど、その中でも特に現状公案多いやん。それっていうのもね、この現状公案がね、正法眼蔵の総論であり、またエキスでもあると、まあ、言われてるんですね。でところがまあそういうたくさんの注釈本や、それからまあこの頃は現代語訳っていうのも出てるしね、たくさんあるわけだけど、それでもなお私がこれやりたいと思ってるのはね、今までのその解釈本だね、どれもこれもね、この現状法の巻読んでみりゃ分かるけれど、非常にその話がバラバラに書いてあるのね。それでその思い上げないところにこうスパッスパッとこうかの、書いてあるもんで、それの脈絡が分かんないわけだね。それを脈絡なしに今の注釈本みんなバラバラのまんまにそのただ文字の仲介をしてるという、それで全体として一体何を道元禅師が私に教えてくださろうとしているかっていうね、その全体の趣旨を汲み取ろうとした本がないね。まあこれね、本当は私には今この話ね、その他のいろんな注釈本読んだ挙句には私の話聞いてくださるとね、私の話もちょっと光ってくると思うんだけど、その本当にね、今までの本全くその辺脈絡なしにバラバラの言葉の解釈だけ言ってる。それに対して私はその正法眼蔵のどの巻に対してもね、この巻は何を道元禅師が言われようとし、何を私に教えてくれようとしているかって、それだけを汲み取りたいと、そういうつもりで読んできてるわけで、で、うん、まあそういう意味でこの現状公案ももう一遍読み直すわけです。で、まずそのこの前の異界にはね、その現状公案のこの巻を現代語訳っていうかね、異訳をつけて載せたんですね。でそれの続きで今回もその意訳をもう一遍一生懸命練り直して、そしてこの意訳現状公案として、まあ皆さんにも見ていただこうと思って、いや本当は前のとそんなに変わってない、ほんのちょっとだけ変わっただけなんだけどね。でこの意訳はね、その決して直訳ではなしに私なりの意訳です。で商談の分け方も昔からの分け方とは違って、私がこうした方がいいと思った分け方してるんで、 これもその私の話聞いて、で昔からの本と対照して見ていただくとなお結構だと思う。でとにかくね、この巻はね、その今言うように非常に微分なんですね。微分であるのに、微分であって余韻深い、その響きのあるね、
言葉を使っていて、しかし同時にまた非常に難解であるというの。これはね、その何よりまずね、この、まあ、この牧に限らないけど、道元禅師の正法眼蔵全てだけど、何より平面的なね、世間話が書いてないからですよ。この我々使ってる、我々が住んでる世界は本当に平面的なあれかこれかだけでね、この、まあ、コンピューターにすぐかけられる世界だ。それでそんな平面的な単調な世界だ。それに対してこの子に言われてるのは、まず立体的深さの世界です。でだから、コンピューターには限られない世界だ。でしかもね、その深さのあるところでいろいろな楽器がね、それぞれの音色を持って、で一つの主題を美しく奏でる、交響楽のような世界だ。それでね、まあよく味わってみると本当に本に言われてることはあれなんですね、非常に微妙不可思議な世界なんだ。でそういう、しかもね、そういう平面的でない立体的だ、そしてまた交響楽のような世界を述べられるのに、道元禅師の表現はまた同時にね、その極端な省略した文章でもって述べられているというところに、この、あれなんですね、玄奘公案の牧の美しさと、それから、余韻のある深さが出てくるんだと思う。それでね、みんなその美しさ、その深さにね、みんな目くらみしちゃって、それで結局何が何だかわからないけれど、しかしわからないまんまね、とにかくなんか捨てきれないで引っ張られていく魅力があるんだと思うんだね。そこから出てくる。でしかしね、それで結局何もわからないままで終わった。それからあるいはね、仏法として全く見当外れのところ、ただ感心してるっていうんだじゃね、仏法として何の功徳もない。で結局ね、私のこの意訳を作ったあれはですね、仏法として読み味合うための手がかりとしてね、私なりの意訳を作ったわけです。どうせだから美しい、道元禅師の文章をわざわざ汚らしくね、しちゃったっていうことはまあしょうがない。それでまたこう意訳する場合だから非常に省略してるけれど、その間に省略して何が省略されてるかって全体から見てですね、その間のあれを補ってる、まあ過去として補っています。でそういうね、各相談をつなぐ接続詞を補って読んでみるとね、ここに言われてることがね、我々みたいな理屈っぽい頭、現代人の頭ですねから見てもね、いかに道元禅師が非常に論理的に整然としてね、一歩一歩話を進めてね、書いていられるかってこと、これびっくりするんですね。で決してね、あっちすっ飛びこっちすっ飛びねする、いわゆる到達無影の禅っていうけどね、禅っていうのはもう本当にあっちすっ飛びこっちすっ飛びねするような、思いがけない人のあって言われるようなこと、いや禅問答になるぐらいに考えていたの、そんな話でないんだ。
これ全く道元禅師は非常に論理的に一歩一歩話し進められている。まあそれはもうだんだん中読んでいって私申し上げますがね。その点に私かねてから仏法っていうのはね、わからないからとにかくただ座れ、わからないからただ死んぜろっていう、死んぜよっていうね、そんなようなんじゃなくて、本当の宗教としての仏法はそのわからないことがよく分かったから信ずると、それからわからないところがよく分かったからただ座るって、そういうんでなくちゃいけないって、まあ私金から言ってるわけだから、まあそういう私の言葉をね、この文章は本当に裏付けてくれてる。いちいちね、納得してなるほど、これじゃもう座らずにはいられない、これじゃ信ぜずにはいられないっていう、そういうところ話持ってこない。でそれでまず、まあ、題名についてですね。でまあ私のその意訳現状考案というのも見てください。その現状考案、この題名についてね、私は現在が現在になる当たり前の深さとこうしたんですね。この正法現像についての注釈書の中で一番私、まあ、なんて言っても私が教えられる一番いい本と思ってるのは専念禅師の五章です。お聞きが起床というのは、ところがこの専念さんの五章の初っ端にもね、この現状考案の題名についてね、もうすでにね、その正法現像を読むための根本的な心がけっていうかね、それが言われてるもの。正法現像を読む根本的心がけって何かっていうとね、その全て仏法と、正法現像に出てくる言葉全て仏法として読むっていうの。何もかもね、どんな言葉も仏法として読まなくちゃいけないって。その仏法として読まなきゃなんないってどういうことかっていうとね、いわゆるその大題を絶して読むってことだ。大題っていうのはこうあれとこれとっていうか対のね、言葉ね、それを絶して読むってこと。例えば我々が金持ちっていうのは貧乏に対する金持ちでしょ。それから幸福っていうのは不幸に対する幸福だ。それから悟りっていうのは迷いに対する悟りだ。でまた諸仏っていうのは修行に対する諸仏だから、生きてるってことは死ぬに対する生きてるだ。で大きいってことは小さいに対する大きいんだね。ところがこれ、まあ、毎度言うけれど、一番まあ分かりやすい話としてね、大って言って小に対する大ならば、その何が大なんだか分からなくなっちゃうってことね。いつも低礼として、いや飲みは小さい、象は大きいっていう、しかしながら象よりはクジラの方が大きいじゃないかっていうことになる。とクジラって言ったって、そら地球の湖でもってぼちゃぼちゃやってるだけじゃないか。そうすると海の方が大きいって。じゃあ海よりは地球の方が大きい、地球よりは太陽の方が大きい、太陽よりは銀河系の方が大きいって、銀河系よりは宇宙空間の方が大きい。何その宇宙空間って、俺の人間の思いの中で描いてるんじゃないか。そうすると人間の心の方がもっと大きいじゃないか。いや人間よりはそらクジラの方が、まあまたあんた元へ戻っちゃう。ほいでね、その小に対する大ならばどれが大だか分かんなくなるね。で結局仏法として読むっていうことは、そういう大大を絶して読む。
と結局比較するね、比較対待だ、そういう比べるってことをやめたところが一番大って言うんですね。それで今の現状公案の現状公案っていうのこの先寧さんの五章で読むと、その元は現れざりつることを今現状するには新たに音物を、音物って隠れたり没したりということね、音物を、音物に対したる現状とは転うべからずというのがあるね。現というのはね、現状というのは何も隠れたりなくなったりというね、そういうそれに対する現状というんじゃないんだということです。それからまた現は音源にあらず、隠れたり現れたりというんじゃないぞ。それから情は砂漠にあらず、これから、学んで作るんだというんじゃないということね。それでまあ西有禅師の経歴はそれを受けて、その音源存没に変わらぬを源という、音というのは隠れる、源というのは現れる、それで存は存在の存ですね、から没は沈没の没だ、なくなるという、あったりなくなったり、隠れたり現れたりって、そんなのに変わらないのが源だって。これから上へに、上へってのは上ってのはなる、から絵ってのは壊れる、上へに変わらぬを上というとこあるね。それから今度公案についてはね、五章にね、この公案という言葉は俗の家よりいず世間出世間に渡りて心得らるべしと、こう大体公案という言葉はね、世間的な言葉なんだ。で世間と、しかし世間的の言葉も意味もよく飲み込むと同時に、出世間ね、その、仏教としての意味もよく心得なくちゃいけないと。で不平を平らに、平らかでないところを平らにするっていうのね、これを名付けてこうという、まず世間の乱れたらんを平らぐる最もこうたるべし、徳性を行わんを不平を平らぐというべしと。結局あれなんですね、こうっていうことは世の中は乱れてる、これまあ世間的意味ですよ、世間的意味でこうっていうと世の中は乱れてる、それをその不平を平らく、平らかでないところを平らにする、徳性を敷いてですね、で平らにすると、それがこうだっていう。から文を守るを名付けて安という、その私は私なりの文を守ると、これが安だっていうのね。で何事につけても文を守って乱れざらん最も安と言うべしという言葉が書いてあるね。つまり世間的言葉としては、乱れて平らかでないところを平らかにするのがこうだ、それからそれ自身文を守って乱れないのが安だ、これは世間的意味のところがね、その次にその五章もっと続いてですね、そもそもこの不平を平らぐ文を守るの言葉を世間のごとくに心売るはまた本意にあらず、まあ、世間的な意味だけで見てちゃダメだっちゅうのね。不平ということいずくまでと定めがたし、平と不平と何事を印にてか定めん、こう結局平と不平とって二つ見てるのはね、こう比較して初めて平と不平なんだ。ところがその平と不平のその限度はどこなんだ言うと、これ決まっていない。でそうでない、平と不平といつと心得ぬる上は不平を直して平するとは言い難し、要するに
本当は平と不平とって二つに分けて考えるのがね、これは世間の話だ。そうでない、もう平と不平はもう本当は一つだと、分かれる以前のところね。それはいつと心得ぬる上は不平を直して平するとは言い難した。が文も守るも分在あるべくば、こなたの仏法とは取るべからざるものなり。文を守るといっても分在という限り考えてるならね、その仏法の話にならないでしょうね。で結局前期の不平主文なるべし、前期の不平主文なるべし、これがまあ先例さんの式に出てくるね、式じゃない、五章に出てくるその、根本的な言葉だ。つまりその例えばね、その我々普段自分の体にどこも悪いとこがなきゃね、その体中何ともないもん何ともないけれど、小指は小指として働き、親指は親指として働きってこれね、手は手として働き、そして足は足として働き、目は目、鼻は鼻として、みんなおのおのその決して平等じゃないもん、平等じゃないから不平だ。だけれどそのまんま文を守って、それでちゃんと働いてんじゃない、これが本当だもん。それをちょっとこうまだ私のこの頃に至っちゃ耳がガンガンするから、こうすると耳にちゃんと意識するもんね。こうしてカムズ自動車なんかがガーッてくると、もうガンガンきて頭が変になるような気分。それでもって目は目でもって、その眼鏡かけないでいると、まあ乱視が始まったらしいんだ。そうすると眼鏡かけないと涙が出てしょうがない。でまあそういうふうにこう何か意識するっていうのはね、どっか悪いからですよ。本当の健全なそのあれだったら不平主文だ。おのおのね、平らでないところ平らなりに、しかしながら文を守ってちゃんと働いてる、これ前期っていうのは全く働いてるってことね。何しろ今の時代男と女とって言ってね、意識してんな、とにかく健全でないからですよ。男と女とって言っての別に意識なく仲良くしてりゃ、それでいいものを、これが女がバカに、この頃の女鼻息が荒すぎるもんこれじゃね、これで、いや私小畑のあれ散歩に行くのね、田んぼ道行くのに、この歩くところが真ん中こうあれだ、田んぼに水引くためのね、あれだから非常に通りいい。ところが量がもうぐちゃぐちゃなんだね、もうほんのね、わずかのこのくらいの幅のところに真ん中だけちょっとあれして、こっちはもう雨が降るとぐちゃぐちゃなんです。それでまあそこ通ってくんだけれど、この頃まあ団地ができたもんだが、たくさんの人が通るんだけど、でまあ少なくとも向こうからこう来たらね、お互い道譲り合ってね、その真ん中から降りてこうやるの、これがまあ普通の常識だね。それでまあ男の人はみんなそうするところが女っていうのね、これが20から30のぐらいの女ちゃちゃんもあれ全く避けない。私もそうなってくると戦後精神旺盛だから
ぶつかってやろうってぶつかるつもりでバーンって飛び込むね。そのこれ異常だね、今の時代 の女性感覚女性の感覚は。でまあそれおのおのね、そうでない、あの男は女、男は男、女は女って言って、これ社会の中でも何ともないっていうのが、これこの何ともないっていうのがこうですよ。それでね、そのこうの中にしかしながらね、またあの本当にね、あの平等じゃないんだけどそれぞれに精一杯働いてる、これがあんだもの。でまあ今ね、現状公安っていうのね、いちいちの言葉の意味、まあそういうことなんだけど、そうしてみるとみんな一様に比較をしてね、みんなそれはそれっていう意味になっちゃう。でまあ処方実相とか、あるいは変界不造像とかっていうね、の言われてるけど、それはこの処方実相であり変界不造像が現状公案だ。だけどそれにしてもね、やっぱり現は現なりの意味がある、それから情は情なりの意味ある、公は公なりの意味ある、案は案なりの意味があるべきだ。それで今ね、全体として私は言う、あれするのは現状公案に対してあの思い切り意訳して、現在が現在になる当たり前の深さと、こうしたわけだね。いや現はね、今言うようにね、音源に変わらぬ、この音源言葉はこういうこうですよ。音源存物に変わらない、弦っていうのはそういう音源存物に変わらないもんでなきゃならないがね、そういう音源存物に変わらないものって一体何だ我々自身に当てはめてよく考えるべきだ。そうするとね、これ音源に存物に変わらないものっていうのをね、その向こう側に置いてね、それでそれは何かなってね考えたら、そんな音源存物に変わらないものなんてあれしない、全くね。そうでない、今私自身に具体的に実際的にね、あの生命体験している音源存物に変わらないものって何かって考えなさい。そうするとそれは現在ってことはない。そのだからこの現っていう現状公案の現はね、あの現れるっていう、まあ、意味じゃに取るよりはね、その現在の現として受け取った方が我々にはまあ親しく、そして実際的だね。で現在っていうものこそはね、この全く隠れようがないもの。今現在は隠れちゃって存在しない、言ってみてもそういう現在だ。ところがその隠れようのない現在もね、見失うってことあるね。いや見失ってるって言っても見失ってる現在なんだ。しかしながらまたその見失ってる現在に対して本当に現在が現在になるってこともあるわけだ。そういう現在もね、そうしてみるとね、この場合ね、だからどこまで行ったら現在が現在になったかっていうね、どこまでっていうことはな、どこまでどの時点でも現在は現在だ、だから隠れようがないんだからね。ちょうど、うん、どっちどう転んでも、まあ、我々の地球上じゃ空気がある、それと同じようにそのどっちどう転んでも何ともない当たり前の空気の中だ、それと同じように我々どっちどう転んでも何ともない当たり前現在だ。それでそういう意味でね、この
しかしながらそういうどの時点でも現在は現在になってるわけなんだけれども、もし現在が現在になりきったともし言ったら、もうそれは過去になっちゃっててそれで現在じゃない。だからね、その現在にが現在になるっていうこと、見失うっていうこともあるし、また現在が現在になっていないこともあるっていうことを言わなきゃ。例えばね、本当は我々空気よりはお金やねダイヤモンドよりは空気の方が大切なんだ。だけどそれ見失ってる人が多すぎるじゃないか。ねえ、いや見失ったからってすぐ窒息はしないですよ。これ、空気よりはお金のが大切と思ってみんなあれしてるけど、みんな窒息しないもん。しかしながら見失っていいってもんじゃない。それと同じようにね、音源存没に変わらない現在をね、我々いつでも生きていて、だからその限りいつでも現状してるわけだ。だけれどこのそういうどっちどう転んでも現在の中に生きてるっていう当たり前の空気のようには当たり前の現状の中で、どこまでもまた現状を見失わないで、そして現状していくっていう無限の深さがまたなきゃなんない。例えばね、まあ生理的に言ったら、この今の息は今しなくちゃなんないんだ、毎度言うけれど、たくさんもう息しといたからもうため置きしたいから、もうなんて言うんだ、ブレスバンクってそういうふうに預けてあるから、もう俺大丈夫、あれさえ引き下ろしときゃって、そうはいかないんだ。その今の息はどうしても今しなくちゃ。ところがこの今の息は今しなくちゃならないっていうのは、一生の間でどれほどの息しなきゃならないんだ。今までに我々どれだけの数の息をしてきたか、そしてまた私自身あと何年生きるか知らないけれど、どれだけの息をまだこれからしなきゃならないのかってね、考えてみたら、これまあ全く人間の頭で計りし切れる話じゃないんだ。これ生きったってね、1分間にいくつっていうのは、それはまあ概算としてそうなのかもしれないけど、何息がハッハッってね言う時にはもう早いんだし、深呼吸する時は遅いんだし、そう決まってないんだ。そしてだから正確にどれだけの息しない、あと私は死ぬまでにいくつ息しなくちゃなんないんだ、そんな計算つかないんだ。これはもう全くね、生命っていうね、息して我々生きてるわけだけど、生命っていうこの当たり前の中に無限の深さがあると知らなきゃなんないね。当たり前だって言って何も考えてないけど、そこに無限の深さがあるんだ。だからそういう無限の深さに向かって、その本当に呼吸器は呼吸器なりに無限に一生懸命働いてるっていう、それが前期の不平主文です。それで そういうまあこの現状公案の巻の話はそういうような話になってくるんだからね、ちょっと流水なんですよ。それでそのコンピューターで片付けられる世界じゃないんだ。コンピューターで片付けられる世界はコンピューターに任しときゃいいんだ。大切なのはね、人間というのはもっとコンピューター以上の すごい優遂な世界を生きてんだということを知らなきゃ。私はね、さっき その現状公案委員会という本ではね、この題名について、現在が現在になるという絶対真実ってこう訳したんです。で今回まあその
当たり前の深さと現在が現在になる当たり前の深さとこうしたわけですがね、これはどうしてかというと、この前はね、その現在が現在になるというのは事実そのまんまそこを放り出しときゃいいというもんじゃない、どこまでもそれをその我々狙っていきなきゃなんないという、そういう課題性ですね、そうすべきだという課題性を言わんとして事実でない真実とこう言ったんだ。だけどね、今回はよく考えてみて、真実っていうといかにも向こう側の真実に見えるじゃん。で、自分自身の話でない、そうでなしにもっと自分自身の話として、その今回はだから現在が現在になる、その当たり前の深さ、こういうふうにね、我々現在が現在になると、これ当たり前生きてる、しかしながらそこに無限の深さがあって、無限の深さを追求していかなきゃ、そういう気分ですね。そういうつもりで、まあ、題名をそういうふうにして、だから、まあ、この題名の私の訳では、現状は現在が現在になるといい、それからこうは当たり前ってことね、それから案は深さとこう、まあ、したわけだ。でね、これだからどこまでもね、自分自身に当てはめて考えてないとダメでしょ。で、決して向こう側にどういうことかなってこう向こう側に置いて考えちゃダメだ。で、それでね、この今その現在が現在になる当たり前の深さっていうのは向こう側に置いちゃダメね。向こう側に置いて、どんな、いや決してね、だから深い霧が差し込めててね、だからもう、いわゆるよく言うじゃない、禅の東洋的の無の世界は有限でいうようなこと言ってね、言うから、これはもう深い霧の中でもってこうね、手探りするような、そんな風景を思い浮かべちゃダメだ。そうじゃない、その今ここ自分手元足元の話なの、今我々がどう生きるかっていうのね、これいずれも無限の深さを持ってるんだっていうことね、その無限の深さを今ここで現状させるという、これは例えばどういうことかっていうと、この巻の一番最後に出てくるけど、この風生上流無所不周だ、 風の章はね、もうこう天地いっぱいにある、しかしながらこの天地いっぱいの風ね、そのまんま置いといたからってね、ちっとも風は起こってこない、天地いっぱいの風を今こうやってこうここで仰ぎ出す、そういう世界なの、これでだから手元足元の世界でね、それでじゃあどれだけ仰ぎ出したらいいかって、そういうその卒業ってことはない、どこまでも仰いで初めて風が出るっていう世界はね、その合格不合格の世界じゃない、で終了ってことはないんだ。そういう意味でも結局だから奥行きのある深さの世界です。いいですか。で、まあだからこの現状公案っていうのね、普通は諸法実相とも変化不相とも言われてるけれど、そうすると平面的だ。それに対して今これこう今現在が現在になる当たり前の深さ、これで仰いでなきゃっていうことね。でそういう現状公案、これはね、道元禅師は首相一如とも言う、それから症状の主とも言う、それと同じこと言ってんですよ。それでまあ前置きはそれだけにして、本文のあれに入る第1段のところ、諸法の仏法なる理説、すなわち名護あり修行あり生あり死あり諸仏あり修行ありと、この巻がね、今言うように分かりやすい言葉で書いてあるのに、その難解であるっていうのは、ね、
どうしてかっていうとね、大体全体が仏法なる時節だから。あの、いや仏法なる時節ってね、普通はさ迷いと悟りってやね、その迷いはどこまでも迷い、悟りはどこまでも悟りって、もうそういうふうに概念的に決まった世界しか見ていないわけだね。ところが仏法の話はそんな単調な世界じゃない。悟りと迷いとって一目に見てる世界と、でそういうね、だからその点、それじゃあ仏法とは何かっていうことをね、まず考えなきゃなんないところだ。ところが驚くべきことにな、このまあ私そんなに全部をあの学者じゃないんだから全部のあれを揃えて見たわけじゃないけれど、少なくとも私の見た範囲の昔からの注釈書もそうだけど、今の注釈書もひっくるめて、今までにある小あの現状公案のね、牧野注釈書どれ覗いてみても、仏法っていうのは、仏法とは何かっていうのをね、そっから書いてある本っていうの、注釈書っていうのを見たことない。要するに私は一生懸命、だからさっきも言ったように、あの現状公案になんとか分かりたいっていうんで、まあいくつかのその注釈本もね、あの一生懸命になって読んでみたわけだけど、さっぱり分かんないっていうのはなぜかって、あれしたら結局仏法っていうことだけは何にも書いてないもん。そのこいつは驚くべきことだね。それで仏法っていうことはな、仏法とは何かって言っていないで、あと他の言葉の注釈をこまごまといくら書いたってね、それはね、わからないのが当たり前。それでまあそのだから現状公案1回書いたのが昭和50年でしょ。それから以後、まあ、あの大切なのはこの正法現像を読むのに一番大切なのは仏法っていうことを一時だと私はそう分かったから、それでその仏法について、それから今ずっと一コアでも掘り下げたところっていうんで、あの努力してきてるわけですね。この回も結局この回で昭和53年からやってるんだけど、まず八大人学、それから現状あの弁道はですね、いずれも私あの仏法っていうことを焦点に置いて話してる。そして、これはそれっていうのも誰でもない私自身のためにね、仏法についてあの一コアでもね掘り下げて味わいたいと思ってやってきてるわけです。でところがね、仏法っていうのは毎度言うけれど、そのこれは言葉で言い尽くせるもんじゃないんだ。しかしね、それにしても今日日本、今時の日本でも仏法とは何かってね、それは口では言えんことっていうのはね、そういう言葉があんまりにもねまかり通り過ぎてるね。仏法とは口で言えんこっちゃって、それだけがまかり通っちゃう。だから注釈本でも仏法とか、それからこの次に出てくる仏道っていうのいう言葉でもね、注釈何もしないわけだ。だけどね、仏法とは口では言えんこっちゃっていうだけはもうすでに口で言ってんじゃないかって。それでもって、それどころかね、道元禅師はこの正法現像事実全部仏法のこと書いてんだ。これね、言えないはずない。で、仏法そのものは確かに口では言えないけれど、なぜ口では言えないのか、それでその口で言えないこととは何かっていうの、それをそれだけははっきりその言葉で言わなくちゃならないっていうのが、まあ、私の考えだ。それをね、全く努力しないで来たっていうのは今までの凡さんの何ちっても怠慢ですよ。よくそれで
盆さんたち食ってきたね。この今の気象台みたいで、なんで急に。いや本当にね。それでね、結局の話、まあ謎謎話みたいにね、仏法とはなんだってそういう話してるの。で、いや、その仏法とはなんだって言ってるから全く見当外れのところをね、あの仏法かと思っている人も出てくるし、それからまたあのいわゆる山師が横行することになる。でその点ね、大切なのは仏法とは何か、そのまさしく口で言えるもの、その正体をズバッとね、それだけはつかまなくちゃいけない。その結状の説は真相を称すってね、いやあの書道家にもあるけどね、結状の説が大切だもん。それでね、だからそういう点、それでまあ仏教とは何かっていうことを言う根本的注釈としてね、あのまず惹かれなきゃなんないのは、この弁道話のねに出てくる知るべし仏法はまさに自他の見をやめて学するなり、仏法はね、自他の見をやめて学する、これが一番大切だよね。知るべし仏法はまさに自他の見をやめて学するなり。ところがこれみんなね、この仏法は自他の見をやめて学するなりっていうのを、これまあ仏法を学ぶものとして一番大切なことでなきゃならないんだけれど、その誰もこの言葉をその重要な言葉としてね取り上げてる人、これもまた見たことないこれ面白いね。というのはね、けだしみんなね、自他の見がやめられるなら問題だところがその問題はその自他の見をどうしてやめるかやめられるかって、そう思ってからじゃないかと。その自他の見をやめて学するないっていう言葉をね、また向こう側を置いちゃうからいけないんだね。で自他の見をやめて学するない、そういう境界になりたいと、こういうふうに考える。ところがね、そうじゃない、自他の見をやめて学するなりって言葉は私自身に当てはまらなくちゃダメだ。こうするとね、そのどうせ自他の見なんてやまるもんじゃないってことはよくわかる。私がやめようと思ってね、その やめられるもんじゃない。しかしながらね、この自他の見をやめて学するなりってことはね、私に言わせればね、自他の剣のやんだ地盤で学するなりだ。自他の剣のやんだ地盤があるんですよ。そしてみんな本当はね、生命の実物としてはみんな誰でも彼でも自他の剣の病んだ地盤で生きてんの。それをよく振り返って、あこの地盤だってね、これって言ってね持ち出すことはできない。しかしみんなそれで生きてんの。それをよく知るってことが大切だ。いやこれ例えばね、もっとはっきり言えば、その我々こうやって目が覚めて起きてる時にはこういろんな頭の思いがね、あの混じってきてね、それでまあ不純に分かりにくくなってるけど、もしこれあの
よく熟睡している時考えてもらった。よく寝てる時ね。今俺熟睡してるって言ったそんならタヌキねえでしょそうじゃない、本当に熟睡してる時には俺っていう言葉出てこない。俺熟睡してるっては言えない。自他の件やんだところで寝てるんだ。いいですか。それでこれはのしかも驚くべきことにね、そのそういう自他の件のやんだ熟睡してる時でも1分間にいくつの割でもってちゃんと呼吸してるじゃない。で一晩中ちゃんと呼吸してるわこそまた翌朝ちゃんと息して息が続いてるんだ。これ一晩中に俺が一生懸命注意してその息を止めないように注意してたから息してたんだ。それちょっと忘れたために止まっちゃったっていうようなことがあったらだ、もう翌朝生きちゃいないんだ。でだから一晩中ね呼吸して生きていればこそだ、また翌朝息も続いてるんだし。そうしてみるとその